しゅうちゃんの朝からエッセイ。おはようございます、こんにちは。 NBC 村山ひとしです。おはようございます、こんにちは。しゅうちゃんこと船橋秀一です。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供、ホテル事業まで手掛ける元気な会社、九州教具グループの代表しゅうちゃんこと船橋秀一社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺います。今週も NBC 新社屋から放送しています。いらっしゃいませ。さて、以前もご紹介しました九州教具グループのピースオリズルプロジェクト、新しい動きがあるんだそうですね。そうなんですよ、はい。まあ、このほどですね、長崎若者会議の 8.9 プロジェクトの活動に賛同しまして、7月1日金曜日から活動の輪を広げるお手伝いをしてるんですよ。はい、あの長崎若者会議というのは、長崎の若者が集って新しい仲間を作りながら自分たちが暮らす未来を面白くするための初めの一歩を起こしていこうというね、なんだか面白そうな集まりなんです。で、いろんなチャレンジをしているようですが、 8.9 プロジェクトというのがあるんですね。それはあのどういう内容でしょうか。はい、あの長崎に原子爆弾が投下された8月9日11時2分を忘れないというプロジェクトなんですね。で、この時間に世界中で黙祷しましょうということなんですね。はい、具体的にはそれに向けてどんなことをするんでしょうか。まあ、次のですね、8月9日11時2分までの残り時間をつぶやくツイッターの作成と、1年に1度8月9日11時2分の5分前をお知らせする LINE アカウントの作成ですね。なるほど。それで九州教具グループでは何をお手伝いするんですか。はい、このグループ各ホテルのですね、キュービックホテルズの各ロビーで、活動内容の紹介リーフレットと、プロジェクトの説明と、黙祷リマインダーラインの QR コードをつけたオリジナルの折り紙を設置します。はい、で県外のお客様が集まるホテルの特性を生かしてですね、力になれればと考えてます。あ、それは素晴らしいですね。8月9日の11時2分というのは、もう長崎県民だったらもう誰もが本当にご存知だと思うんですけれども、もう本当に残念なことに一歩県の外に出ると、まあ佐賀の皆さんはねご存知の方多いと思いますけど、遠ざかっていくに従って知らない方多いんですよね。そうなんですよ。皆さんたまたま旅行に来たっていう方もいらっしゃるし、ビジネスの方、はい、まあ、その方にももう原爆の日ってのは全然スポンと抜けちゃってるんですよね。まあ、8月6日の広島を覚えてても9日がちょっととか、あと時間までは覚えてないという方多いんですよね。そこでホテルの特性を生かせばこの拡散にお手伝いできるかなと思ってるんです。はい、素敵なプロジェクトだと思いますけれども、目標ってあるんですか。例えばそのフォロワーの数とか。LINE フォロワーはです、1万人が目標です。1万人が目標。はい、あの6月上旬現在で今何人ぐらいなんですか。400人です。おお、これはかなり頑張らないといけませんね。頑張らないといけません。目標は大きく、はい、でも私もちょっと参加したいなと思いました。よろしくお願いいたします。はい、皆様もぜひ。というわけで、あっという間にお別れの時間となってしまいました。それでは皆様、また来週。